お目様方、なじにしてらっしゃいました。ゆえシュガーです。今日は、オラみたいなブイロイドでできた体を、もっと自由に動かすために、ユニティを使ってプログラムから、動かす方法の紹介をしてと思います。今日は、走って飛ぶところまでを、やりてと思います。他の書の動画を参考にしてやってみたんども、2020年8月上旬の最新版でうまく動かねところがあったすけ、その修正方法の紹介もしてと思います。使ったバージョンはこんな感じです。概要欄にダウンロード場所がかかってます。大まかな作業の流れはこんな感じですてば。それでは、始めます。ユニティのエディターを起動し、プロジェクトを作成します。ユニティハブが起動するので、新規作成ボタンをクリックします。テンプレートとして 3D を選び、ここではプロジェクト名を VRM サンプル03として、作成ボタンをクリックします。しばらくすると、プロジェクトが作成されます。次は Vloid のデータファイルである VRM ファイルを Unity で読み書きするためのパッケージに VRM のインポートです。アセッツフォルダ以下にインポートするので、アセッツフォルダを右クリックし、クリエイトフォルダを選択します。フォルダ名は UniVRM とします。次に UniVRM フォルダを右クリックし、インポートパッケージカスタムパッケージを選択します。ファイル選択のダイアログが開くので、あらかじめダウンロードしておいた UniVRM のパッケージを選択し、開くボタンをクリックします。インポート、ユニティ、パッケージの画面が出るので、インポートボタンをクリックします。パッケージのインポートが行われます。アセッツフォルダ以下に、VRM と VRM シェーダーズフォルダが作成され、メニューにも VRM が追加されます。これからの作業で様々なアセットファイルが追加されるので、整理するために VRM と VRM シェーダーズフォルダを UniVRM フォルダ以下に移動します。次は VRM ファイルのインポートです。アセッツフォルダ以下に VRM ファイルをインポートするためのフォルダを作成します。ここではアバター0101としています。フォルダアバター0101を選択しておいて、メニューから VRM UniVRM 0.57.1 インポートを選択します。ファイル選択のダイアログが開くので、あらかじめ作成しておいた VRM ファイルを選択し、開くボタンをクリックします。プレハブファイルの保存場所を尋ねる。ファイル選択のダイアログが開くので、アセッツ以下のアバター0101フォルダを選択し、保存ボタンをクリックします。しばらくすると、アバター0101フォルダ以下に様々なファイルが作成されます。次は C への追加です。アバター0101プレハブファイルを選択して、左上のヒエラルキータブのサムプルセを以下にドラッグ&ドロップします。
サムプルシーン以下にアバター0101が追加され、シーンタブにルイロイドが表示されました。次は基本的な動きをサポートするためのアセット、スタンダード、アセッツの追加です。上側中央にあるアセット、ストアタブを選択します。アセット、ストアに接続されます。初めての場合はアセット、ストアにログインする必要がありますが、この画面ではログイン済みとなっています。スタンダード、アセッツを検索し、ユニティ・テクノロジーズのスタンダード、アセッツを選択します。インポートボタンをクリックします。初回の場合はダウンロードボタンになっているかもしれません。インポートが始まります。インポート、ユニティ、パッケージの画面が出るので、インポートボタンをクリックします。パッケージのインポートが行われます。次に、スタンダード、アセッツの、コンパイルエラーの修正です。ユニティのバージョンが新しくなったため、スタンダード、アセッツがコンパイルエラーになっているので、修正を行います。これを行わないと、以降のコントロールの設定ができません。左下のコンソールタブを開きます。赤いエクスクラメーションマークが表示され、シンプルアクティベーターメニュー CS で、GUI テキストは古いので、UI テキストを使うように、といったコンパイルエラーが出ています。このコンパイルエラーをダブルクリックすると、ビジュアル・スタジオが起動し、該当するファイルが開かれます。2行目の後に、Using Unity Engine UI を追加し、12行目の GUI テキストをテキストに修正し、保存します。Unity エディターに戻ると、再度コンパイルが行われ、コンパイルエラーが消えます。次は、歩くための地面の追加です。左上のヒエラルキータブを選択し、サムプル、シーンを右クリックし、ゲーム、オブジェクト、3D、オブジェクト、プレーンを選択します。プレーンが追加されました。次は、動作をさせるためのコントロールの追加です。これにより、矢印キーでの走っての移動と、スペースキーでのジャンプができるようになります。左上のヒエラルキータブで、アバター0101を選択すると、右上のインスペクタータブにアバター0101の設定が表示されます。インスペクタータブを一番下までスクロールし、アッドコンポーネントボタンをクリックします。検索窓が出るので、サード、パーソン、ユーザー、コントロールを検索し、クリックします。インスペクタータブに、カプセル、コライダーと、サード、パーソン、キャラクター、スクリプトと、サード、パーソン、ユーザー、コントロール、スクリプトが追加されました。まずは、カプセル、コライダーの設定です。これは、当たり判定に使われるものだと思います。上下方向、センターの Y を 0.8 程度にして、V ロイドの中心付近に、カプセルの中心を持ってきます。そして、高さ、ハイトを 1.6 程度にして、V ロイド全体を覆う大きさにします。この値は、
ご自身のブイロイドの大きさに合わせて設定が変わると思います。次に動きを設定するアニメーターの設定を行います。インスペクタータブの上の方にあるアニメーター以下のコントローラーの右端の丸をクリックします。左上にセレクトランタイムアニメーターコントローラーというダイアログが出るので、サードパーソンアニメーターコントローラーを選択してクリックします。これで動作するかを確認します。中央上側のゲームタブを選択し、三角の再生ボタンをクリックします。ジャンプして張り付いて止まってしまいました。再度三角の再生ボタンをクリックして再生を一旦止めます。地面判定のパラメータがおかしいらしいので、サードパーソンキャラクタースクリプト以下のグランドチェックディスタンスを 0.1 から 0.3 に変更します。再度三角の再生ボタンをクリックしてスペースキーを押すと、今度は飛び上がりました。ドラゴンボールのような超人的な跳躍力です。また矢印キーの方向に走ることもできました。跳躍力を現実的にするため、サードパーソンキャラクタースクリプト以下のジャンプパワーを12から3に変更します。再度三角の再生ボタンをクリックしてスペースキーを押すと、今度は現実的なジャンプ力になりました。次はカメラの設定です。これまではカメラが初期位置での後方から映していたので、まずは前方から映すようにします。左上のヒエラルキータブでメインカメラを選択すると、右上のインスペクタータブにパラメータが表示されます。初期位置の前後方向トランスフォームポジション Z の値をマイナス10から2に変更して移動させます。カメラが反対側を向いているので、上下方向軸トランスフォームローテーション Y の値を0から180に変更して回転させます。カメラプレビューで V ロイドが映っていることを確認します。再生ボタンをクリックして矢印キーで動作させて写りを確認します。次にカメラを V ロイドと等距離に置いて追従させたい場合の設定をします。左上のヒエラルキータブでメインカメラをアバター0101にドラッグ&ドロップしてカメラを V ロイドのコオブジェクトにします。保存して再生ボタンをクリックし矢印キーで動作させて写りを確認します。今度はカメラが等距離で追従するようになりました。次は地面のマテリアル設定です。ここではタイルのような地面を設定してみます。まずマテリアルを格納するフォルダを作成します。プロジェクトタブのアセッツを右クリックしてクリエイトフォルダを選択します。名前はプレーンマテリアルとしています。作成したプレーンマテリアルフォルダを
右クリックし、クリエイトマテリアルを選択します。名前はプレーンマテリアルとしています。右上のインスペクタータブのメインマップス以下のアルベドの右側にある色設定をクリックし、青色 0000FF に設定します。作成したマテリアルを地面に割り当てます。左上のヒエラルキータブでプレーンを選択します。右上のインスペクタータブのメッシュレンダーアーマテリアルズエレメント0でデフォルトマテリアルとなっている。右側の丸印をクリックします。セレクトマテリアルダイアログがポップアップするので、先ほど作成したプレーンマテリアルを検索して選択します。一面青色の地面になりました。タイル状にするにはテクスチャ画像の設定を行います。今回は画像をフォトショップで作成しています。ここでは256px×256px の画像を作成します。 VRM サムプル03アセッツプレーンマテリアルにプレーンテキスチュア PSD という名前で保存します。雲模様1などを使ってタイルのテクスチャを作成します。ユニティエディターに戻るとフォトショップで作成したテクスチャが表示されています。マテリアルプレーンマテリアルを選択し、インスペクタータブでメインマップスノーマルマップをクリックします。セレクトテキスチュアダイアログが表示されるので、先ほど作成したプレーンテキスチュア PSD を検索して設定します。インスペクタータブでメインマップスノーマルマップで This テキスチュア is not marked as a normal map と表示されるので、その右側の Fix Now ボタンをクリックします。ノーマルマップセッティングスダイアログが表示されるので、 Fix Now ボタンをクリックします。タイル状にするので、インスペクタータブでメインマップスタイリングで X10Y10 にします。上側中央の再生ボタンをクリックし、ゲームタブで地面がタイル状になっているかを確認します。こんな感じで左側に書いたようなことをすると、ユニティの中で動き回ることができました。もう少し面白いことができるようになったら、また動画にしたいと思います。そうではよろっと終わりにしようかなと思います。面白いなと思ったら高評価とチャンネル登録してね。コメントもよろしくね。まーずまーず、おめさま方も元気でね。